どうもこんにちは、小佐島です。今日は、時空を超えた仏教の歴史が深い、浄土仏教編ということについて、この流れでお話しいたします。いやー、仏教の歴史ってもう本当に深いんですね。そして今回話する内容というのは、単に何年にこんなことがありましたっていうね、単純な年表だけではなくて、なぜ最初は広がらなかったのに、急に広がるようになっていったのかとか、この国の人たちは、 仏教のどういういいいいとところににに感動しししたたのののかそてて最終的にはあなな仏仏教教深深関係深いつつがりままでお話します仏教の歴史について基本的な話をしつつ他の動画ではね聞けない貴重な内容になってますのでぜひ最後までお聞きくださいまず仏教は世界の三大宗教に数えられましてその世界的広がりをね全て話をするともうとても大変長い時間になってしまいますので今日は浄土仏教に限りまして そしてこの日本にどのように伝わってきたのか、ここに絞ってお話いたします。まず仏教は、お釈迦様がインドを中心に広げられました。正確に言いますと、今のネパールですね。ネパールにありますルンビニーというね、とこありますけども、このルンビニー園という美しい蓮の花が開く、蓮池の近くでお生まれになられたのであります。今から約2600年前のことでありました。 まあ、いわゆるインドのもう北の方ですよね。ここを越えるとチベットに入ります。そして4月8日、お釈迦様がお生まれになられたときに、右の手で天を刺され、左の手で地を刺され、天上天下唯衣が独尊と言われたと言われます。まあ、いくらお釈迦様と言えね、生まれられてすぐに言葉を喋る。しかもこんな難しいことを言われると。これはちょっと考え難いことなんですが、このエピソードにね、込められている内容というのは非常に 大切なことでありまして。それはこちらの動画でお話してます。まあ、この動画をはじめとしまして、今日紹介する動画はすべて下のコメント欄や概要欄にリンクを貼ってますので、関心ある方はぜひそちらもお聞きください。それでもともとね、王様の子、王子としてお生まれになられたお釈迦様ですけども、いわゆるお金、財産、地位、名声、そして素敵な結婚、子だからと。まあ言ってみれば、この世の幸せ全部得ていたような方だったんですけども、 幸せというのは心で感じるものであって、形ではない。そしていろんな幸せに囲まれてもね、老いと病と死によって色褪せ、消えていく。そういう幸せは本当の幸せではないと。一体本当の幸せは何なんだろうかと。こう考えられまして、29歳で城を出られましたね。そして35歳、菩提寺の下で仏の悟りを開かれ、ブッダとなられたのであります。ブッダとは目覚めた人という意味でありまして、 迷いから目目覚覚めめ真理に目覚めたこの地球上で仏の悟りを開かれた方はお釈迦様はただお一人ですから通常お釈迦様のことをブッダというわけですね35歳で仏の悟りを開かれたお釈迦様は80歳でお亡くなりになられるまでの45年間仏の教えを説いていかれましたこれを仏の教え仏教と申しますこのようにインドを中心にブッダお釈迦様が仏の教えを説かれまして その後、お釈迦様が亡くなられて、牛児菩薩というね、小釈迦とまで言われる、すごい方が現れたんです。この方は、親鸞聖人が書かれた正進家の中で七高僧、七人の高僧、瞑想の一人、その最初に数えられています。正進家では、牛児大寺出頭世と言われておりますが、牛児大寺とは、牛児菩薩のことであります。でこれから話します、仏教の歴史を通して、この七人の高僧をね、 全員登場しますけども、まあ、詳しい内容はね、こちらの方でお話してますので、これ非常に好評いただいている動画ですので、おすすめであります。また、龍樹菩薩が教えられた空とは何か、これも大きな反響をいただいてますので、ぜひこちらもお聞きください。そしてその龍樹菩薩の後に現れたのが、天神菩薩と言われる方です。親鸞聖人の真の字は、この天神菩薩の真の字を一時いただかれております。天神菩薩は、 仏教心理学とも言われまして、私たちの意識よりもっとした無意識レベル、潜在意識レベルのことも教えられておりまして、まあ、それを荒屋式と言われるんですけども、それについての詳しい内容はこちらの動画でお話しております。この隆寺菩薩は、重々美柱論とか、大地泥論とか、素晴らしい本をたくさん書き残しておられるんですね。そして天神菩薩も浄土論、別名往生論とも言われますけども、これまた有名でありまして、 お経というのは、お釈迦様の説法そのままを書き記したものですけども、それをね、菩薩と言われる方が解説した本を論というんですで。たくさん論があるんですけども、もう論といえば浄土論、王朝論と言われるほど有名であります。でこれはこの次に話します、中国のね、3番目の構想、その方にもつながっていきますが、それについては後ほどお話しいたします。でこのようにインドで説かれた仏教ですけども、これが中国へと伝わります。 その伝わったルートというのが、有名な絹の道、シルクロードと言われますね。昔 NHK で放送されて、非常に大きな反響を呼びましたで。北の方から伝わっていきましたから、これを北伝仏教とも言われます。ところがですね、中国に、まあ1世紀頃に伝わったんですけども、これすぐには広がらなかったんですね。まあ時代で言いますと、五漢の時代ですね。中国の歴史でも、全漢五漢の漢というのは非常に 長くて有名な時代でありまして、あの漢字の漢というのはこの字を使いますからね。で、この頃に伝わったんですが、残念ながら、すぐには仏法は中国に浸透しなかったんですね。で、なぜかっていうことが、この中国思想史という本の下巻に詳しく書いてあります。今日はそのポイントを紹介したいと思うんですけども、まず、五漢という時代は儒教が前世の時でした。世界の四大聖人の一人がお釈迦様であり、もう一人が孔子ですね。そのの孔子の儒教。 この儒教というのは実は政治と非常に深い関わりがあるんですねで。中国の哲学というのは、ほとんどが西洋の思想哲学と違って、この政治と結びつきの強い、ちょっと独特の政治哲学と言いますかね、政治思想。そういうものになってまして、その最も有名なのが儒教なんです。で裏を返せば、宗教、そういった思想には無関心だった、そういう時代だったんですね。それで仏教が広まりにくかったんです。そしてもう一つ仏教が広まりにくかった理由が、 中華思想でありますで。この中国の中というのは中心の中なんですね。世界の中心は中国にありと。こういう代々伝わる思想でありまして、で中国以外の国、民族というのは、異的と言われたんですね。これはもうはっきり言うと、人と獣の間ぐらいの感じですよ。獣じゃないけど、人でもないっていうね。<laughs> まあかなり差別用語でございます、異的ねで。インドはこの異的に当たりますから、そんな異的の国の、ね、教えなんかは。 中華人の私たちは聞けるかみたいな <laughs>、まあ、こういう感じが強かったそうです。ところが時が移り、五漢もね、220年に滅びまして、陸朝時代という時代に突入します。まあまり馴染みがないかもしれませんけど、まあ、世界史が得意な方はね、当然知っている時代になりますけども、隋がね、統一します、589年までの約370年間の時代。この時代はもう中国全体をね、治める統一した王朝というのはなくて、 6つこうコロコロ変わりましたので、六朝時代と書いて、陸朝時代と読むんですね。まあ、有名な三国史、その三国時代も、この陸朝時代に含まれるんですで。この時代に仏教がもう爆発的に広がったんですね。五感の時代では広がらなかった仏教が、陸朝時代に入って、急激に広まった理由は何なのか。これもこの本に書いてあるものを参考にお話しますと、まず、陸朝時代というのはですね、非常に 貴族が栄えた時代だったんですね。そうしますと、もう政治、政治。まあ、言ってみれば武骨な、ね、時代だったのが、陸長文化といって文化が非常に栄えまして、哲学、宗教、文学、芸術と、知識人たちというのは、こういった文化に非常に精通するようになったんです。つまり、この宗教への関心がぐーっと高まったということです。これによって、五感の時代は宗教に関心なかったんですけども、宗教への関心が深まったと。 これが一つですね。もう一つの問題というのが、中華思想でありましたね。これどうなったかと言いますと、西暦300年の初期の間にね、英華の乱という異民族の反乱が起きまして、いわゆる先ほど言っていました、異敵と言われる人たちからね、相当攻め込まれまして、相当占領されまして、この中華思想の意識が低下したんですね。このように仏教がなかなか広まらない二つの素地があったんですけども、その二つが、二つとも取り払われたと。 まあ大きく変わったということで、仏教が広まりにくい素地からね、広まりやすい素地に変わったということです。しかしね、他の国の宗教が広がりやすくなったからといって、その中身が大したことなければ、これは当然広がらないわけです。それで仏教が広まりやすくなって、どうなったかといいますと、一つはですね、翻訳家の活躍が広がっていきました。一人はクマラージュという人ですね。で、このクマラージュは、ちょうど陸長時代の方ですね。 略して、ラジューと言われることもあります。ね、でも、響きはだいぶ違いますからね。クマラージュとラジュー。私も初めてね、ラジューと聞いたときに、聞いたことないなと思ったけども、クマラージュのことですと教えてもらって、ああ、そういうことでしたかと。最初の頃は思いましたね。まあ、人によっては逆にクマさんって言ってますけどね。まあ、覚えやすくて親しみやすいですけども、それはちょっと失礼じゃないかという人もあり、まあ、その判断はお任せします。 でその他にもたくさんの翻訳者がいるわけなんですけども、何、まあ、と言っても有名なのは、現状三蔵ですね。最有機で有名であります。最有機はフィクションなんですけども、この現状三蔵、いわゆる三蔵法師と言われる人は、実在の人物であります。ちなみに、三蔵法師というのは、人の、ね、名前じゃなくて、お経と、それを解説した論と、解律を表した律と、この経論、律、この三つに通じている人を三蔵というんですね。 まあちょっとね、だいぶイメージ違いますけど、例えば公務員試験1級の、ね、資格を持ってますとか、野球で三冠王を取りましたとか、まあ、こういう言い方ありますね。これは一人の人に言われるわけじゃなくて、複数の人がそういう人がいるわけですけども。その三蔵法師の中でも、一番日本に知られているのが、この現状三蔵という人です。この方はね、クマラージュよりももっと後の唐の時代の翻訳者でありますね。二、まあ、人とも非常にいろんな苦労をしまして、波乱万丈の生涯を送って、 まさに命がけで仏法をね、インドから中国に伝えた翻訳家でありますけども、まあ、この人たちの活躍については、また別の動画でお話ししようと思っております。ではですね、いろいろと条件が揃ってきたわけなんですけども、いよいよ中国に爆発的に仏教が広がった理由についてであります。それはですね、まあ、この本によりますと、三世因果の道理という教えが非常に素晴らしいということで、中国の人たちが非常に感動したからだと言われます。 でこの教えに非常に感動する理由というのがあるんですね。その理由を知っていただくためには、まずですね、先ほどもちょっと紹介しました、中国の、ね、思想の中心にあります、儒教について少し知っておく必要がございます。そもそも儒教というのは宗教なのか、いやいや、儒教の教は教育の教だよと、こういう人もあって、いろいろ分かれるんですけども、そもそも、ね、宗教かどうかということで、意見が分かれること自体ね、いかにも宗教というものではないということが分かられると思います。特に日本では、 もう思いっきりこの宗教というよりも、道徳的なね、意味合いで学んでいる人がほとんどですね。道徳的に正しい生き方をする。その正しい生き方は何か。これを追求する学問といえますで。裏を返せばですね、どうすれば私たちは幸せになれるのか。この幸福論については、詳しく書かれてないんですねで。とにかく道徳的に生きればいいんだと。そうすれば幸せなね、いい人生を送れるよっていう感じの内容なんです。 ところがですね、実際は道徳的に生きても、正しく生きても、幸せになれてない人はたくさんいるじゃないかと、こういう反論があります。有名なのが、白衣と粛清兄弟の話です。まあ、この2人はですね、孔子も,もう理想の人物として挙げるような人なんですけども、いわゆる儒教で言われる正しい生き方をしたと言われるんですけども、最後は餓死するという,うね、非常に不幸な終わり方をしてるんですね。で孔子はそれでもね。 たとえそんな死に方をしても、どうしてね、恨み事などを思うかと、このように言ってるんですけども、本人たちもね、いわゆるこの白衣と粛清、最後、歌を残してて、どう見てもこれちょっとね、正しい生き方をして満足だ、こういう歌じゃなくて、正しい言い方をしたのにどうしてこうなるんだ、ああもう死んでしまうみたいな、そういう内容になっておりまして、どうも幸せになったようじゃないぞと、こういう疑問が出てくるわけです。また、孔子の弟子に、 岩海という弟子がいましてね、これ非常に優れた人であって、道徳的な、ね、生き方だけから言えば、もう孔子以上だと、まあ、このようにも言われるほどの人なんですけども、若くして亡くなりまして、一生涯不遇な人生を送ったんですね。それに対して、同じ時代に、陶石という大泥棒がいまして、まあ、泥棒ですからね、しかも泥棒のもう何百人もいる泥棒の親分ですから、全く道徳的な生き方はしてこなかったんですけども、まあ、全くというとちょっと言い過ぎですけどね。 もうそういうい大泥棒のね、親分なんですけども、長生きをしまして、最後まで恵まれた、ね、生活を送ったという人なんです。もし道徳的に生きれば、ね、幸せになれるなら、これはありえない現実なんです。それも珍しい例を、ね、出したんじゃなくて、もう孔子のね、もう直弟子である眼界がそうであったということですから、これはいかなることかということで、まあ、昔から問題になってたんですね。でこれはどうしたことかと。 いうことで、疑問を呈していた有名な一人がね、これが芝芝芝であります。芝芝芝というと、中国の歴史書、式を書いたすごい人ですね。中国の歴史を知りたければ、式を読めと言われるほど有名ですけども、その芝芝芝が、この2組のね、例を取りまして、ああ天道是か非かと、式にこう書いているのは有名であります。まあ、天道というのは運命みたいなものですね。正しく生きた人が不幸に終わり。 道に外れたものが反映するとは、はあ、天道是か非かと、こう言わずにおれなかった。と言いますのも、この芝生自身もですね、友達をかばいまして、まあ、誤解をね、こう受けてた友達に対して、いやいや、それは誤解であります。正しくはこうなんですと。本当はこうなんですと。正しいことを言ったんですけども、それがために大変重い敬意を受けまして、まさに天道是か非かと、日頃から感じていたんでしょう。それをこの儒教の武順と結び合わせて、 式にこのように書いてると言われますねちなみに、今年生誕100年を迎えます、歴史作家の芝良太郎さんはですね、この芝千にははるかに及ばない太郎ということで、芝良太郎と名乗ったそうです。良というのははるかという意味ですね。はるか及ばない、芝千にはるかに及ばない太郎、芝良太郎と言ったそうでありますね。ではですね、仏教に説かれる三千院が、これはどうして多くの中国人にこう感動を与えたのかと。 いう話に戻りますけども、この三世因果というのは、先ほどさらっと言いましたけども、因果の通りは三世を貫くという意味なんですね。因果の通りは三世を貫くということで、三世因果と言われるわけです。ではまず、因果の通りとは何かと言いますと、因というのは原因ということです。かというのは結果ということで、どんな結果にも必ず原因がある。原因なしに起きる結果は万に一つ、奥に一つもないということです。 平たい言葉で言いますと、蒔いた種は必ず生えるが、まかぬ種は絶対に生えないということです。すべての学問、科学、医学、経済、まあ、そういった学問はすべてこの因果関係から発展したものですね。病気ならば、なぜこういう症状が起きるのか、そういう病気の症状という結果の原因を究明しまして、ああ、このウイルスが原因だと。分かれば、そのウイルスをやっつけるね、ワクチンを開発して、その悪い原因をなくして、 病気がなるというね、結果をもたらすと。まあ、こういう因果、因果のね、関係で発展したものであります。まあ、科学とか経済とかも全部そうですね。どうしてこうなるんだろうと。その結果の原因を探り、ここが悪いからここを改善しようと。ここがいいからもっと良くしようと。こういう因果関係が元になっていますで。当然ながら、種に応じた結果が現れるわけでありまして、スイカを種をまけば、スイカが出てくるわけですね。まだスイカが出てこなくても、スイカの種をまいた時点でね、 将来出てくるのは大根や人参じゃなくて、将来生えてくるのはスイカだということがわかるわけですね。また大根の種をまけば、まだ生えてこなくても大根が生えてくると、私たちは知っております。逆から言えば、スイカが生えてるということは、どんな種をまいたかね、その時は見てなくても、これは当然スイカの種をまいたんだということは明らかでありますよね。大根が生えていたら、これは大根の種をまいておったということです。 もうバカにするなと当たり前だろうと思われるかもしれませんが、蒔いた種に応じた結果が現れるということなんです。でこのことをよく知った上でですね、仏教で私たちは良い種をまくというのは、良い行いをするということなんですね。これを善因と言います。良い種ですね。良い種をまくとどんな結果が返ってきますかね。蒔いた種に応じた結果が生えてくるんですよね。スイカの種を蒔いて大根が生えてくることもなければ、 大根の種をまいて、スイカが生えてくるということもない。同じように良い種をまくと、良い結果が現れるんです。逆に、悪い種、これは悪因と言いますね、悪い行い。悪い行いをしたらどうなるか。悪因はどういう結果をもたらすか。種に応じた結果が現れますから、悪化、悪い結果が起きるということです。逆から言いますと、良い結果が現れているということはですね、まあ、ちょうどスイカが出ているようなものですから。 スイカができているということはどういう種をまいたのか。これ、スイカの種をまいたということですよね。同じように、良い結果が現れているということは、良い種をまいておったということなんです。これが全員善果ですね。同じように悪化が現れていましたら、これは悪い種をまいておったということ。これを悪因悪化と申します。しかし、このように聞きますとね、いや、先ほどの眼界とか、陶析の例はどうなんだと。全然全員善果悪因悪化ではないじゃないかと。まあ、このような疑問が残ると思います。 実際、儒教ではこの問題にしっかりとね、答えられてはおらず、ああ、天道是か非かと、あの芝生も嘆いておりました。ところがですね、仏教では、この因果の通りは、三世を貫くということでしたね。これを三世因果というと、最初にお話し,しました。三世といいますのは、過去生現在生未来生のことなんですね。生まれる前を過去生といいます。生まれてから死ぬまでが、 現在世です。死んだ後を未来世というんですね。で、過去世、現在世、未来性ですから、三世を貫くということです。つまり、因果の通りというのは、生まれてから死ぬ、その間だけに成り立つのではなくて、この世であった行い、それが良い行いなら全員として、悪い行いなら悪因として、それが未来世にも引き継がれるということなんですね。で過去をたどれば、過去にやってきた行い、 良い行いなら全員、悪い行いなら悪因が、このような結果として現れているということなんです。このように、因果踊りが三世を貫くとなりますと、ああ、眼界はこの世ではね、良い種まいたけども、良い結果、巡ってこなかったけども、来世、まあ、未来に至って、その結果が返ってくるならと。一方、陶石は、この世ね、悪いことやっても、その報い来なかったかもしれないけども、 やががてて未来にその報いいいを受けけかねねばならなならんだなととと、まあ、こうすするる筋通わでちなみにこの私たちの生命もね永遠の生命三世を貫くということになるわけですがこれは土地で紹介しました天神菩薩のところで出てきました荒屋敷の説明を聞きますとよくわかります今日はねその深い説明していきますととても時間がもう足りませんので省略いたしますけどもまずはねこの因果踊りが三世を貫くと 仏教で教えられている。これが儒教と大きく違うところなんです。そして、ここに来て初めて、良いことすれば良い結果、悪いことすれば悪い結果を受けるという話の筋が通るということになります。で、実際、どんな結果にも必ず原因がある。これは科学でも、医学でも、政治でも、すべてこの因果踊りによって成り立っているとお話しましたけども、この原因と結果の法則を突き詰めていきますと。 これ必ず参戦になるんですね。理屈会ってそうなります。どうしてそうなるかといいますと、例えばですね、生まれた、これは結果ですよね。それも小さな結果でない、すごく大きな結果です。なぜなら、いつ、どこで、どのように生まれるかということは、その後の人生を大きく左右するからであります。私なら昭和45年に生まれましたけども、これが昭和元年とかに生まれてたらですね、もう戦争を真っ只中に生きることになってたわけですよね。 人生は大きく変わっていたに間違いありません。これは戦国時代に生まれるとか、縄文時代に生まれるとかね。<laughs> いつに生まれるかによって人生ものすごく変わりますよね。また場所も、私は日本の長崎県に生まれたわけですけども、これがアメリカに生まれただとか、インドに生まれてだとか、アフリカに生まれてだとか、これによっても人生当然大きく変わりますよね。いや、隣の家庭に生まれておってでも大きく変わってたと思いますよ。どこに生まれるか、ものすごく大きな結果です。 でそんな生まれたというね、大きな結果に原因がないはずありませんね。じゃあ、そのいつどこにどのように生まれたというね、結果はいつその原因があるかというと、当然生まれる前になければなりません。原因があって結果があるわけですからね。で生まれたということには、生まれる前に因があって、その結果、いつどこでどのように生まれた。こういう結果が起きるわけですから、必ず過去世がなければならないということになります。ですから、 両親を縁として、私の過去世のね、種まきが、この世、どのように生まれるか、いつ生まれるか、どこに生まれるか、そういう結果を生み出したということになるんですね。また、生まれたからには必ず死んでいかねばなりませんけども、例えばですね、生きている時に一人の人を殺したという人と、十人殺したという人と、百人殺した人と、あるとしますねいや。実際にあるわけなんですけども、一人殺したらどうなるか。 まあ今はね、単純に一人殺して一回の死刑となりませんけども、まあ便宜上ね、一回の死刑になるとしましょう。じゃあ、十人殺したらどうなりますかね何回死刑になりますかこれ一回ですよね。十人殺したから十回死刑。さすがにこうはならないわけです。一人殺した人と同じ一回の死刑を受けていく。十倍の人を殺しても、種まき十倍違うんですけど、結果は同じということになります。じゃあ、百人殺したらどうでしょう一人の人を殺した。 その人と比べるならば、100倍ね、種まきは違うんですけども、やっぱり受ける結果は1回の死刑なんですね。まあそうならざるを得ないですよ。100回も死刑できないわけですから。で、種まき全然違うのに結果は全く同じ。これ、因果踊りに合わないですよね。じゃあこれはどうなるかというと、やはり因果踊りは散々を貫くことになります。10人殺した人は1回死刑になったとしてね、残りの9回分は来世、また来来世と。 生まれては死に生まれては死にを繰り返しますけどその時に結果を受け続けていくということになりますし、100人殺した人のその報いはね、残り99回分は、やはり来世、来来世、また来来来世と、未来世においてその報い、結果を受けていかねばならないということになります。これで、前たたに応じた結果が返ってくるという因果の通りが成り立つわけなんです。で仕事を聞くとなんか非科学的だと。 こう生まれるかもしれませんけども、純粋に因果ということを考えていきますとね、こっちの方が筋は通っているんです。で、科学的というとね、なんか自分の頭でイメージできるものが科学的と、こう誤解している人があるんですけども、まあ、現代の科学っていうのはね、もう私たちの想像を超えたものがたくさんありますので、まあ、これは他の動画でもね、紹介したりしておりますし、まあ、詳しい方はご存知だと思いますけども、私たちがね、想像できるような因果関係っていうのは、まあ、ニュートン力学のようなね、 ものは、まあ、分かりやすすいんですけどももう相対性理論、量子力学、今はもうマルチバース、別の世界があるとかね、別の次元があるとか、本当はこの世界は11次元のはずだとかね、もう想像を絶するし、見えないし、分からない、だけども、それを仮説を立てると、いろいろ説明がつくというのはたくさんありますので、でそのことについてもね、す、ま、べ、あ、て仮説なんですけども、仮説を馬鹿にしちゃいけないんですね。仮説イコール間違いではありません。 これ、間違った科学信号の人はね、科学で証明されていない、イコール間違いと、こういう人ありますけど、そうじゃないですよね。科学で否定されているものは確かに間違いの可能性は高いですけども、科学でわからない、否定はされないけどわからない。これは間違いとは言えないわけです。実際、5年前ね、研究しててわからなかったことが、この5年でその仮説が正しかったとなったことはたくさんあるわけですよ。で、実際、最先端を行く科学者っていうのは、まだ科学で証明されてない、 科学の仮説を研究してそれを証明しようとしているわけですから。もしそれがね、全部間違いなら、科学で証明されてないのが間違いなら、それを研究するはずがないですよね。だから仮説は間違いじゃないんです。だから仮説が正しいとは言わないですよ。あくまで仮説は仮説ですけども、間違いではないということはね、知っていただきたいと思うんですね。で、この三0についての動画も、いろんな各部でお話してますので、概要欄、コメント欄からお聞きください。ちなみにですね、一人殺しても、 10人殺しても、100人殺しても、結果が同じでいいと言ってる人は、1日働いても、10日働いても、100日働いても、結果同じでいいということを認めることになりますけどね、これを認められる人はないでしょう。1日頑張って働いてね、給料1万円。で10日働いたけどね、はい、給料1万円。<laughs> なりますよね。100日間、もう1年のもう3分の1ぐらい働いたのに、あ、ご苦労さん、1万円になってやったらね、もうブラック企業も話しいというか、絶対訴えられますよ。これ認められる人ないですね。 まあもしこれでもいいですとて人だったらね、ぜひ私雇わせていただきますので、ご応募ください。100日間ね、1万円で頑張っていただきたいなと思います。でも実際そんな人はね、あるはずないんで、これが認められないということは、やはりこちらをね、100人殺しても1回の死刑というのも認められない。もっと言えば、その報いはいつか受けていかねばならないと。三0因果によって初めて不妊落ちる。 で実際、当時の中国の人はこれに感動したんですね。それはもう爆発的に仏教が中国で広がったということなんです。これが、因果を通りは三千を貫く、三千因果ということであります。このように三千因果をきっかけに、中国に、ね、仏教が広まったわけですけども、その中でも浄土教を、ね、明らかにされた方、インドでは2人の構想が紹介されてましたけども、昇進学の中で中国では3人の構想方が紹介されています。 一人目がドンラン大師。まさに陸長時代の方ですね。次に道釈禅寺。この方は隋の時代です。陸長時代の次の時代ですね。でその道釈禅寺のお弟子にあたる方が禅道大師です。この方はね、唐の時代。まあ、この時また仏教の前世紀やってくるわけなんですけども、陸長文化で広がって、そして唐の時代にまたさらにね、広がっていく。その中で非常に 浄土仏教をね、明らかにされた方が、全道大使と言われる方です。でそのラン大使が書かれた本が、浄土論中という本なんですね。これちょっと見覚えがないですかね。話の途中で話しました。天神菩薩は浄土論というね、本を書かれたと。それが中国の構想にも関係ありますよ、ということを少し話してましたけども、それがまさにこのラン大使です。浄土論中というのは浄土論、それの解説書ということですね。 浄土論のことを王浄論とも言いますから、王浄論中とも言われますけども。で、論中と言ったら浄土論中と言われるぐらいね、これまた有名な本であります。ち,ちなみに、新蘭商人はですね、天神菩薩の真の字と、どんらん大使の乱の字をいただかれて、新蘭と名付けられたんですね。そのらん大使のね、推しを書き残された碑文というのがありまして、それを見た道釈禅寺は感動して浄土仏教に帰営しておられます。その道釈禅寺が書かれた本が、 安楽宗なんですね。そして、恒例になられた道釈禅寺のもとにやってきたのが禅道大師。で若き禅道大師は道釈禅師の弟子になって、徹底的に道釈禅寺から学ばれまして、有名な、菅無良寺教書という本を表されます。これはお釈迦様のお経の中でも、大切なお経の中でもベスト3に入る菅無良寺教を解説された本が、菅無良寺教書なんですね。この後紹介します、法然上人という親鸞聖人のお師匠様は、 一揚に禅道による。この法念は禅道によって教えを明らかにするんだと。まあ、このようにまで言われている方であります。詳しくはこちらの動画でご確認ください。このように仏教はインドから中国に伝わったんですけども、日本に伝わる前に、この朝鮮半島を経て日本に伝わったことも忘れられません。この朝鮮で浄土教を広めた方で有名な方が、岩行大師という人なんです。まあ、この人はですね、七高層の中に入ってませんけども、 まあ日本で言うならば、一級さんみたいなね、タイプの人で、まあ、ちょっと面白いっていうかね、まあ、インパクトのある人だったんですねで。ドラマにもなって、韓国なんかでね、この頑業大使知らない人はないっていうぐらい、一級さんばりに有名な人だそうですけども、有信安楽堂という、大無料児教というね、お釈迦様の経を解説した本があります。まあ、これ、頑業大臣本人が書いたかどうかはね、どうもはっきりしないところもあるようですけども、頑、ま、業、あ、大使に非常にゆかりが深いということは間違いありません。 で、この、勇心安楽道という言葉というのは、安楽道というのはこれ、極楽浄土のことなんですね。極楽浄土にね、もう心が遊ぶようだという内容で、まあ、これはですね、親鸞商人の心は浄土に遊ぶなりという言葉を思い出させます。そして、浄土宗の心は元凡夫のためなり、かねては商人のためなりと、こういう言葉が有心安楽道にあるんですけども、これをですね、 新乱聖人のお師匠様である法然聖人が孫子朝戦略本願念仏中に引用されてるんですね。仏の慈悲というのは欲が出たり、カーッと腹立てたりね、恨み、妬んだりする、そういう煩悩を持っている。煩悩をね、目当てに救う。煩悩不足の煩悩のための教えであると。仏の慈悲は全ての人にかかってるんだよ、ということがね、まあ、ここから現れているわけですけども。この法然聖人も元行大臣の本を読んでいたと。 いうことになりますもう一人、朝鮮半島で有名なのが、同じ新羅の人であります。親鸞聖人は協業新書に何度かね、言葉を引用されてるんですね。例えば、五徳随言と言い,いまして、お釈迦様が大無量寿教という説法をされるときに、いつも以上にこの尊いお姿だったんですね。もう25年間ね、お釈迦様のそばで随行していたアナンという人がですね、あまりにもお釈迦様の姿がね、格別に尊いので、一体これはどうしたことでしょうと。 いうところから大無量授業が始まるわけなんですその素晴らしい特徴を5つ挙げられまして、これを五徳というんですけども、その解説をこのなされ、それを親鸞商人が協業親書に引用しておられるということです。しかしね、親、ま、鸞、あ、商人七高僧の中には名前を挙げておられませんので、まあ、この人たちの、ね、教えがすべて正しかったとは言えない部分もあるんですけども、まあ、ちょうどね、私も一休さんのことを紹介したりしますけど、 かといって一休さんが全部正しいというわけではなくてね、まあこういう言動、この言葉は非常に学びになりますね、ということで紹介しているので、まあそういうことはね、ご了承いただければと思います。まあこのようにして、インドで解かれた仏教が中国、朝鮮半島を経て、この日本に届いたということなんですね。そこには様々な方のご苦労があったということです。で今日はね、その中でもほんのわずかな人の紹介しかできなかったわけですけども、 まあ他にもね、歴史に名を残す有名な人もあれば、まあ、名前は残ってないけども、それこそ命がけになって伝えられた、推しを守られた方、どれだけあったかもしれません。そのご恩をね、私たちまた忘れてはならないと思うんですね。この日本に素晴らしい仏法が伝わり、それがもう長年にわたって根付いているということは、いろんなご苦労、ご恩があってのことなんですね。ちなみに朝鮮半島から日本に伝わるときね、 当時飛行機なんか当然ありませんので、船で伝わったわけなんですけども、まあ、そうするとそこそこの長旅になるわけですよ。で、その時にお経をね、ネズミにかじられないようにということで、この船に猫を乗せたそうですね。で、そのお経をネズミから守る猫ちゃんが日本にやってきて、それが初めてね、大陸から日本に猫をやってきた起源であると。まあ、こういう説もあります。まあ、一つの説ですからね。 出たらしいかどうか分かりませんし、これがもちろんメインの動画ではありませんけども、まあそういうちょっとほほ笑ましいと言いますかね、私猫好きなんですけども、そういう私の好きなエピソードも残されております。そしていよいよね、この日本に仏教が伝わったわけですけども、その中でも浄土教、浄土仏教を伝えた方ね、親鸞聖人、正真家に7人の構想、7構想を教えておられます。で、インドで2人、龍樹天神、中国で3人、 どんらん、どうしゃく、ぜんどう。残り二人ね、七高層、日本におられるわけなんですけども、一人が原神です。王城要衆という本が非常に有名でね、これまあ逆輸入と言いますか、日本から中国にこの王城要衆が伝えられて、もうこれはもう国の宝だというね、ぐらい中国の方、ものすごく感動されたそうですね。まあ、絵図とか極楽絵図の元になっているのがこの王城要衆でありますね。非常に有名であります。 そして、先ほどもちょっと紹介しました、新蘭承認のお師匠様、法然承認少子源の中では、本師玄空、玄空承認ということで、抱えておりますけども、玄空というのは、この法然承認のことで、主張は戦略本願念仏集です。このように、6番目の構想が原神僧、7番目の構想が法然承認ということで、これで七構想が出揃ったことになります。その七構想をおられたならばこそ、この新蘭ね、 阿弥陀仏の救いに会うことができた。何度生まれ変わっても、生まれ変わっても得られない、本当の幸せになれた。ということで、主張協業心章にその感動を書か,かれ、本当の幸せになれる道を明らかにされているんです。その主張協業心章をぎゅーっとね、漢字840文字に凝縮したのが、昇進下であります。まあ、ここに七構想も紹介されているんですけども、その昇進下にこのような一節があります。用意大統逆三人と。 いうお言葉です。これは、偉大と等しく三人を得ると読むんですけども、この偉大というのは、偉大家武人という女性の名前なんですね。略して偉大と、正真家では言われています。この偉大家武人は、お釈迦様のね、この冠無了事経に出てくる人なんですね。偉大家武人とありますようにね、女性でありまして。この冠無了事経というね、お経、ちょっと聞き覚えがあると思うんですけど、 禅道大師の時にね、できました。寒無量寺経書。これは寒無量寺教を解説された本なんですね。そこに出てくる有名な偉大家文人。この地球上で初めて、お釈迦様の導きによって、阿弥陀仏の本願に救われた人、浄土仏教によって救われた人が偉大家文人です。その第一号、有名ですから、昇進の中にも、洋偉大と逆三人、偉大ということで、名前が出てくるんですね。大事なのは、この赤で書いたところですね。等しく、その偉大と、 全く同じようにね、3人を得ることができましたと、親南省に言われてるんです。そしてそれは、すべての人はこのね、偉大と等しく、3人を得ることができるんですよ、ということがね、正真言、そして協業信長に明らかにされてるんです。これが驚くべきことなんですね。仏法を聞き求めていきますと、この縦の線でね、3人を得たということがあるんです。これは例えで言いますとね、南無阿弥陀仏の船に乗ったってことなんですね。 それは死んでからね、生きてるときに参議を得ることができる。親鸞将に参議を得たと言われてるわけですからね。それを書いたのは当然生きてるときに書かれたわけですから、生きてるときに参議を得ることができる。生阿弥陀仏の船に乗ることができるということなんです。このことを、新人逆得とも言うんですね。参議というのは、他力の新人でありますけども。これもね、具体的に参議とはどういうことか、別の動画で話してますので、これも概要欄、コメント欄でご確認ください。 新人逆得しますと、王女一城のみになるんですね。王というのは行く。どこへ行くのかというと、極楽浄土へ行く。女というのは生まれる。何に生まれるかというと、仏に生まれる。それが一つに定まる。はっきりするということです。死んでからでない。生きてる時に王女一城とはっきりするわけです。この南無阿弥陀仏の船は、極楽行き、極楽浄土行きの船ですから、この船に乗った時生きてる時に乗った瞬間から、極楽行きがはっきり定まるんですね。 まさに心は浄土に遊ぶなりと。見てこん浄土がはっきりする。生きているときから往生一浄の身になるということです。そして一息切れたら、実際に浄土往生を遂げることができる。極楽浄土へ行って、仏に生まれることができる。そのためには逆三人、三人を得ることが大切ですよ。信心逆得しなければなりませんよ。仏教を聞き求めて、早く三人を得てくださいね。信心逆得してくださいね。往生一浄の身になってくださいね。 すべての人が救われますよと、こう信鸞書に教えられています。医大家部ンというのはもう今から2600年ほど前のね、インドの方で、時代も場所も大きく異なりますけども、その医大家部ンと等しく三人を得ることができる。この信鸞、等しく三人を得ることができた。そしてすべての人がね、この三人を得ることができる。南無阿弥陀仏の船に乗ることができるんですよ。驚くべきことをね、教えておられるんです。そしてその三人を得たときに、 仏説誠なりけり、すべての人を救う阿弥陀仏の本願誠だった。その阿弥陀の本願を説かれる仏説誠であった。2600年前、インドで説かれたお釈迦様の教え誠であった。仏説誠なりけり、本願誠だった。と知らされたんですね。で学者にもいろいろありましてね、まあ、このようにインドに説かれたのが中国を通って、中西半島を経て、そして日本に伝わってきたからね。 もう相当教えがこう変わってしまってね、もう日本の仏教はもともと仏教じゃないってこういうふうに人がありまして、まあ、その説明だけ聞くとね、なんとなくそうかなという気もしますしね、なんか日本の仏教ってちょっと違ってる気もするしね、特に浄土真宗、これはちょっと違うんじゃないかと、まあ、このように言われる方あるかもしれませんけども、とんでもない。確かに日本に伝わる途中で教えの理解が間違ってね、しまった、まあ、そういう宗派、そういう理解の人はもちろんありますよ。でそういうい人があるからといって すべてのね、日本の仏教が間違えと。これは言い過ぎですよねあ。この人間違ってる、この人間違ってる、この人間違ってる。もう日本でね、こんだけ間違ってるから、日本人全員間違いですっていうのは、これはちょっと、ひどい論理じゃありませんかもしあなたがテストを受けたときですよ。1問目× 2問目× 3問目×ああ、もうこいつも3つも連続間違った。もう全部間違いに違いない。0ーみたいなね。<laughs> あともう、採点もせず、見もせずにね。 最初の3問罰だから100のね、問いがあったら、残る97問どうせ間違いみたいな感じで、0点みたいなあったら、あなたはどうですかねどう思われますかねめちゃくちゃだな <laughs> と思われますよね。同じように日本でもね、確かにそれは違うよねっていう人ありますよ。だから言って、全てが間違いというのをまた言えないわけですで。中にはですね、この大乗仏器は仏説じゃないとか、いろいろこういう人ありますけども、まあ、そういうのも超えてですね、実際に にににに説説かかれれてていいるる通通り仏明らさの身になったと実はこれ以上に間違いないことないんですよ。まあ、文献学的にね、これは実際にその一軸正しいかどうかうんぬんかんぬんっていうね、まあ、それはね、もういろんな発見によってこう変わりますよ。日本史だってですね、いろんな発見によっても変わりますよね。いい国作ろう鎌倉幕府だってね、今もう変わってますよね。 鎌倉幕府の発生の時は変わってましたとか。ですから、まあ、文献学、これ意味がないとはもちろん言いませんけども、絶対的なものではありえないわけです。新たな発見によってもコロコロ変わってしまうので、それを根拠にしてたならば、もう死ぬまで答え出ないですね。繰り返しますけど、文献学は無意味ではないけども、決定的なものでもまたないということです。しかし、お経に説かれている通り、仏説の通りに救われた仏説まことなりきる。実はこれこそが真理と。 まあこのようにも言えるわけですねこれはね今年の初めにお話ししました動画キルケ・ゴールというねデンマークの有名な哲学者がいますけども、まあ、その人が非常に強く主張しているのと通ずるとこがありますけども私の身の上にね真理が体得されたともうそういう軸を超えた仏説誠なりけりが親鸞聖人知らされまたどんな人でもねその阿弥陀仏の本願通りに救われると仏説誠なりけり本願誠だった。 と知らされる国も時代も飛び越えて等しく参議院を得ることができたこういう体験を生きているときにできるわけなんですね、うん、でこれはもうはっきりしますここにパソコンがある以上にここに服がある以上にはっきりするのが参議院を得た新人を逆得した王女一生の身になったということですそれははっきりす,なんかするもんじゃないとかはっきりする人もしない人もあるとかそれは等しい参議院を得てはない証拠でありまして 等しく産業へとならば、診断承人がはっきりしたと言われてますし、お釈迦様も救われたら明神仏地、明らかに仏壇が知らされる、救われたらはっきりすると言われてますから、等しくはっきりするわけなんですね。また、そういう身になるために、もう数々の人がいろんなご苦労されて、場合によっては命を懸けて、実際命を落としてまで伝えてくださった、守ってくださった。このことを私自身、一人一人ね、の人が忘れてはならないと思わずにはおりません。 このようにして仏法が日本に伝わったわけですけども、そのご恩返しをね、させておこうと、まあ、このように思っております。お父さんが日本の方、お母さんが韓国の方という、いわゆる日韓ハーフのね、有国敏子先生という方がいます。この有国先生が YouTube でね、韓国語で本当の仏教、浄土仏教を明らかにしているんですねで。朝鮮半島を経てね、この日本に仏法が伝わったわけですので、その韓国の方にもね、ご恩返ししたいと思いまして。 で私自身はね、韓国語、ハングルはうまく話しできないんですけども、皆さんの中でね、その韓国の友達がいたり、自分が韓国語が好きであったり、いう方はぜひね、こちらのチャンネルの動画をご覧ください。最後にね、このアリクイ先生が日本語と韓国語の両方で、どういう気持ちでね、仏法をお伝えしているのか、どういう内容を伝えているのか、動画がありますので、そちらをぜひご覧になっていただいて、関心あればぜひチャンネル登録、また紹介をお願いいたします。 さらにね、インドには釈迦さんという方がおられましてね。この方、日本語が上手なんです。日本に何年もおられましてね。まあ、ルンビニ園エンのほど近いところに住んでおられますけども、まあ。その方とのね、貴重な対話の動画も公開してますので、インド、ネパールにもね、ご恩返しとして、本当の仏法、浄土仏教をお伝えしたいなと思っております。ぜひこれからも応援よろしくお願いいたします。今日の関連動画はこちらです。 今日の内容が少しでも良かったなと思っていただいたら、高評価ボタン、またコメントお願いします。またこのチャンネルがどこ行ったか分からなくならないように、この丸いところを押していただいて、チャンネル登録お願いいたします。私のモチベーションアップにもつながります。それではまた。